今戻った若主の報告では巨神様はこの里にさらに近づいているとのことです。逃げないとな。知ってもどこに。俺ら何かしたか。だったルーズ里の緊急事態ですわ。皆さん落ち着いて行動してください。飛べる方はすぐにリンドへ向かう準備を。協力する気はあるかしら。ま、できることはやらせてもらいますえ。感謝します。それとお医者様。はい。なるべくご自身で山を降りていただきたいの。わかりました。では行動開始。飛ぶことはできませんが、歩いて山道を下ることはできるはずです。グレン先生。アラーニャさんもちゃんと手伝ってくれてるみたいだね。悪い子ではないんですよ。巨神なんて相手と出くわしたらたまりません。早く行きましょう。どうかしましたか。まさかとは思うけど。お医者様にだけは一言くらい言うべきだったかしら。追いつかれる前に誰かが盾にならねば。そうですわ。生き残ることができたらお医者様にプロポーズしましょう。サーブさん。それよりお一人で巨神を相手にするつもりなんですか。耳震えていますよ。にもう覚悟は決めましたわ。ティサリアさんらしいですね。医者として見過ごせません。ちょっと僕に考えがあるんだ。ん巨神を説得して里に来るのをやめてもらいます。どうしますかティサリア。話し合いができそうにない時は。ええ、私たちが何とかしましょう。よろしくて。妥当ですね。行きますわよお二人とも。巨神様、お話があります。何かお怒りになった理由があるなら教えていただきたい。里にお医者様がいるって聞いて。次は舌を出していただいていいですか。先生気をつけてください。大丈夫だよ。調子が悪くなったのはいつからですか。10年くらい前、うん、では薬を準備しますね。人間と同じで胸部は柔らかいんだな。地震騒ぎで大変だったんだよ。山の動物たちを踏みつぶさないようにしなきゃと思って、空飛べないと大変なんだな。いやはや巨神様があんなにお優しいお方だったとは。一体いつどこで間違った伝承になったんでしょうな。防寒のために厚手の服があれば。でしたら適任者がデザイナー冥利に尽きるというものですわ。おおきに腕が鳴りますわ。
よろしくお願いしますね。承知。体調が良くなるまでしばらく里で療養してくださいね。そろそろ診療所を再開しないと。